パキスタン国際航空740便墜落事故は、1979年11月26日に、マラム・アミヌカの国際空港から、ジンナー国際空港へ向かっていた、パキスタン国際航空740便が途中、経由地のキング・アブデル・アジーズ国際空港を離陸した、後に墜落した事故である。事故機のボーイングからは年に製造され、 同年7月30日に初飛行を行った。その10日後の8月10日に、パキスタン国際航空に納入され、機体記号 AP ロワットビーとして登録された。その後数ヶ月間別の航空会社にリースされた後、1972年に AP オーズとして再登録された。事故機の飛行時間は3710時間であった。 パキスタン国際航空740便は、ナイジェリア連邦共和国カノのマラムアミヌ、カノ国際空港から、パキスタンイスラム共和国カラチの、ジンナー国際空港の間を、サウジアラビア王国ジッタのキングアブドゥルアジーズ、国際空港に寄港しながら結んでいた。事故時の740便には、巡礼から帰ってきた巡礼者が多数登場しており、乗員11人、乗客145人の、 計人が登場していた現地時間1時29分、740便は、キングアブドゥルアジーズ国際空港を離陸し、予定高度の3万7000フィートへ上昇していた。離陸から21分後の1時47分、火災警報が出て、客室乗務員がパイロットに後報ドア付近で火災が発生したことを連絡した。パイロットは、 機内の状況と巡航中の高度3万フィートからの緊急降下についてディスパッチャーに連絡した後、高度4000フィートまで降下する許可を得た。その後煙がキャビンとコックピットに入ってきたため、パイロットはジッタに戻るよう要求した。パイロットは2時3分に遭難信号を発出した。ジッタ管制塔は無線更新が途切れる直前に、パイロットの命令、命令。 という叫び声を聞いている。約1分後、240便は岩に衝突して墜落した。墜落現場は標高3000フィート地点であり、乗員乗客156人全員が死亡した。この事故はサウジアラビア国内の航空事故、ボーイング707の事故として3番目に犠牲者の多い事故である。墜落の原因は、 客室広報で発生した火災であると判断された。火は急速に広がり乗客はパニックに陥り、煙と火から逃れるために機体前方に殺到した。この結果重心が大幅にずれ機体の安定を保つのが難しくなり、制御不能に陥った。火災の正確な原因は特定されていない。最も可能性の高いのは巡礼者たちが持っていた。 ストーブからガソリンあるいは灯油が漏れたとする説である。キャビン内の圧力がやや低くなるため、ガスケットの種類によっては燃料が非常に漏れやすくなる。なお、電気回路にも不具合があったが電気回路のショートなどによる電気火災の場合、航空機の電気システムと保護装置の設計の性質上今回のような火の急速な拡大の説明がつかないため電気火災の可能性は低い。 また、機体の残骸がひどく焼け焦げていたため残骸内の機器類が爆弾の起爆装置として使用された確証がなく、テロ攻撃の可能性は確認されなかった。ありがとうございます。